日本遺産村上海賊を紹介するビジターセンターが富士グラン今治に開設されています。このビジターセンターは今年10月に今治市で開かれる日本遺産フェスティバル in 今治に向け、市民に村上海賊について理解と関心を高めてもらおうと開かれているものです。日本遺産は地域に点在する有形・無形の文化財を組み合わせて、日本の文化・伝統を語るストーリーとして認定するもので、文化庁が平成27年度に創設した制度です。平成28年に認定された日本最大の海賊の本拠地、芸予諸島のストーリーは、中世の瀬戸内海航路を支配した村上海賊の記憶をたどるもので、国宝をはじめ重要文化財や名勝地、史跡など今治市と尾道市を合わせ43の構成文化財から作られています。会場には認定されたストーリーの概要や、能島、来島、因島、それぞれの村上市について解説したポスターなどが掲示されているほか、村上水軍が多く用いた小型船、小早船を模した自転車も特別展示されています。全国からおよそ100の日本遺産認定団体が集まる日本遺産フェスティバル in 今治は、10月10日、11日に開かれ、シンポジウムやワークショップなどが行われるということです。日本遺産村上海賊出前ビジターセンターは、8日水曜日まで富士グラン今治で開かれています。